動画を見ることにハマってるんですよ。あ、動画。はい。なるほど。どんな動画？釣りですね。釣り僕はしないんですけど。釣りしないよね。釣り俺はするけどしないよ、ね。釣りまった魚も触りたくないんですけど、釣りの動画が一番面白いし興奮するんですよ。あ、釣りは何の動画？もうだからその人が釣ってるやつよ。はいはいはい。でもそれももう毎日見てると、釣り動画じゃなくなってくるんですよ。え、釣り動画じゃなく、毎日見てると釣り動画じゃなくなってくる。釣り動画じゃなくて、どういうことそれ。もう僕ぐらいの動画を毎日見ると次はね、魚をさばく動画になってくるんですよ。なるほど、はい、もうその次の工程ね、はい、でそれも魚さばく動画もですね、最初はね、あの釣り動画を上げてる人が釣り上げて、イエーイこれ料理しますみたいな、あるね、明るい感じの釣り魚さばく動画見せたんですよ。まあまあまあ喜んでるよね、はいはい、うん、だんだんやっぱマニアックになってくるじゃないですか、うん、最近はですね、魚屋さんが無言で魚をさばいて、魚全身の血を完璧に抜くって動画をね、いやそれ危ねえで大丈夫よ。いやいや危なくないよ。そサイコパスの一歩違う違う違う手前ぐらいじゃない。究極の血抜きっていう。あ、血抜きをじゃあ見てるってこと今。そう。でもさ、それ自分でやりたいとかでもないんでしょ。もう魚俺触れないから。触らないでしょだって、うん、で釣りもしないし、うん、でその血抜くのがもうその楽しいんだ。いやあのね、血抜なんかなんだろうね、手さばきというかさ。まあ確かに俺もよく見ますけど、その魚さばくのはもうむちゃくちゃ、もうあれとはもう綺麗なの見てるだけで楽しいんだよね、うん、あれ、うん、でもそれだけじゃ飽き足らなくなって、今何の動画見てると思う、うん、いや分かんない、教えて。その道50年の豆腐屋さんが油揚げを揚げるところ。いやいやもう変わっちまったじゃん、もうすごいよ、完全に変わっちまった。おばあちゃんがね、うん、10分間油揚げを揚げるため、何の BGM もないよ、うん、BGM はもう油のパシパシパシって上がってる音。そのおばあちゃんがもうすごい、もう多分30年からもう50年ぐらいやってんだろうね、うん、もうこの油の機械の形にも曲がってるから、こう嘘つけよ、お前嘘つけよ、お前油全部跳ねてくるんじゃねえ、これはなあ。いや違う違う違う、見てない、ノールック。違う違う違う、油全部跳ねてくるから、ノールックであの豆腐をこう入れてんの、入れてそのから志村けんのその巻いてるおばあちゃんみたいなこと、こういう、もう見ない、うん、豆腐もで全く動かない、向かい転、向かい転だから、こう本田圭佑、圭佑本田、いや向かい転ってかこのまま入れてるだけだろ、だからこれ見て、油揚げ、それなんて、それ検索したら出てくる、油揚げそうだ嘘つけ、油揚げだけでそこまで出ねえだろ、お前、まあ